僕がクリムことクリムベールです。なるほど、日本人女性が求めるものは3位長さ、2位太さ、1位硬さなんですね。はい、リスナーの皆さん、はじめまして、クリム役の富田美優です。ようこそいらっしゃっちゃいました。こんなテンションなんですねゲストがいるにもかかわらず変わるんだねこれね大丈夫です、初っ端からこんなんだけど。全然大丈夫。いや、なんか本当に来て大丈夫なんですかっていろいろ言われたんですけど、あのもうあの作品に出演しているのでもなんか何も、まあうね、もうあの失うものはないおい言わせてるぞこの子に次のメールいきましょう、はい、レビュアーネーム北海の虎さんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。初回のラジオで男性お二人はオーディションなしで決まったというお話をされていましたね、うん、さてお二人が今回の作品にオーディションなしで決まるというのは何も違和感がありませんがどういうことだよ富田さんに関しましてはこの作品のイメージとは微塵も結びつきません強いて言えば富田さんが天使だとか、富田さんの代表作の一つが天使だとかいう点ぐらいです。富田さんの場合はオーディションとかあったのですか、それともお二人と同じく何らかの理由で巻き込まれてしまったのでしょうか。いや巻き込まれてはいないですけど、私もお二人と一緒で、あの多分ボイスサンプルを私して決めていただいたと思うんですけど、うん、はいはいはい、マネージャーさんからあの突然その原作の資料がデータで送られてきてちょっと読んでおいてくださいって言ってで数日後にあのこの天使のこの役であの出してるんだけどで大丈夫って言われて、お私は全然やりますって感じだったので、私もオーディションなく決まりましたね、お話だけで。みんなそうなのってことはなんですか ね、 ね、そこら辺の話しなかったね。うん、うん、そうだな。え、ちょっと一回スタッフさん呼んで、え、むしろなんかそこら辺の事情をご存知の方いないんですか今。あ、オーディションした人誰もいない。へえ、そっか。まあでも確かにここはしょうがない。まあまあまあ、うん、ここ二人は、うんうんうん、富田さんに関してはちょっと理由知りたいですよ ね、 うね、どういうところなのか。でもせめてもの救いはちゃんとマネージャーさんから確認があったってことですねちょ、根に持ってる？いやいや、根に持ってるとかじゃなくて、うちは何の確認もなく、真島さん決まりましたって言われたから。俺なんだったら、別のオーディションをスタジオで受けて、うん、終わって帰ろうとしたところに、制作さんから、あの、こういうのあるんですけど、小林さん、こういうのって出れます？って聞かれて、お、全然いいですよって言ったら、ってことは俺だけか確認されたから。マジか俺マネージャーじゃなくて本直接聞かれたそうなんですね。そう、まあ、断らないと思われてんだろうな俺な。いや、まあ実際断んないけど。いやでも実際楽しかったですよ、この3人でやられて。楽しいですそう、始まってしまったらすごい楽しかったので。そう、クリム君もね、どん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 こう慣れていくからそうだね、うん、ちょっと むっつりがこうだんだん出てきちゃうところが可愛いですよ ね、 ね、人は成長するんだな